どうもパリルです。今回はたけしに登場する人物の身長と体重を紹介していきます。たけし身長は125センチ、体重は35キロ。この漫画の設定的にもう少し身長高いなと思っていましたが、意外と平均的ですね。体重は筋肉で少し重いのでしょうか。魔法陣ぐるぐるのレイトと同じ身長です。今井満、身長は115センチ、体重は18キロ。約束のネバーランドのコニーと同じ身長です。ゴンゾー、身長は128センチ、体重は32キロ。たけしより身長が高いのはアフロのせいでしょうか。ナルトの稲荷、るろうに剣心の明神弥彦と同じ身長です。小林英二、身長は120センチ、体重は20キロ。僕のヒーローアカデミアのグラントリノと同じ身長です。天童隆、身長は130センチ、体重は27キロ。たけし、ゴンゾーより身長は高いですが体重は低め、細身体型のようですね。ゲゲゲの鬼太郎の鬼太郎と同じ身長です。小泉元気、身長は112センチ、体重は14キロ。ポッポ小学校1年2組に登場する男子の中では一番身長が低いですね。学園天国パラドキシアの黒花子さんと同じ身長です。校長、身長は150センチ、体重は70キロ。シャーマンキングのタオレン、アイシールドの小結大吉が同じ身長です。小次郎、体高は35センチ、体重は 2.5キロ。4キロ未満の犬は超小型犬に分類されるので小次郎はかなり小さいですね。ボンチュー、身長は178センチ、体重は70キロ。たけしたちと同い年なのに大人のような身長体重ですね。恵まれた体型も強さの秘訣なのかもしれませんね。グラップラーバキのオロチドッポやドラゴンボールのタオパイパイと同じ身長です。アンドレ、身長は180センチ、体重は80キロ。銀魂のジライア、進撃の巨人のドットピクシスと同じ身長です。カンドレ、身長は167センチ、体重は65キロ。キャプテン翼の立花兄弟、テニスの王子様の藤修介と同じ身長です。社長の息子、身長は138センチ、体重は40キロ。ドラゴンボールのチャオズと同じ身長です。渡辺ゆき、身長107センチ、体重12キロ。四つ葉との小祝四つ葉と同じ身長です。下村美久、身長115センチ、体重16キロ。美久は大人っぽくスタイルがいいイメージです。魔法陣ぐるぐるのくくりと同じ身長です。栗原玲子、身長112センチ、体重14キロ。美久より身長が少し低いですね。同作の元気と同じ身長です。香里先生、身長158センチ、体重45キロ。いちご 100% の西野司や極戦の山口久美子と同じ身長です。ヘルシー、身長158センチ、体重48キロ。シャーマンキングのホロホロ、ルローニケンシンの日村ケンシンと同じ身長です。サムソン、身長182センチ、体重85キロ。ゴンゾーとパワー勝負をしていただけあって恵まれた大きな体格ですね。この体格差で戦っていたゴンゾーが逆にすごいですね。ゴルゴ13やワールドトリガーのエネドラと同じ身長です。ユンケル、身長175センチ、体重65キロ。アイシールドの十文字和樹、進撃の巨人のトーマと同じ身長です。サンタのおっちゃん、身長163センチ、体重65キロ。ルーキーズの関川シューター、進撃の巨人のアルミン・アルレルトと同じ身長です。川上奈々、身長113センチ、体重16キロ。バラカモンの琴石なると同じ身長です。放送委員長、身長152センチ、体重40キロ。いつも座った状態なので気にすることがなかったですが、意外と小柄ですね。こち亀の両津勘吉や七つの大罪のメリオダスと同じ身長です。園長、身長180センチ、体重92キロ。同作のアンドレと同じ身長です。ババヒロミ、身長190センチ、体重99キロ。アヒルの空の薬馬重信と同じ身長です。宮沢雄一、身長157センチ、体重45キロ。ナルトのザク・アブミヤ、ジョジョの広瀬光一と同じ身長です。佐伯椿、身長153センチ、体重42キロ。椿のパンチを得意とする戦闘スタイルが個人的に好きです。遊戯王の武藤遊戯、ドラゴンボールのクリリンと同じ身長です。坂本月彦、身長155センチ、体重47キロ。約束のネバーランドのドンやナルトのハクと同じ身長です。長谷川純平、身長154センチ、体重40キロ。リーダーたちの中では影が薄い印象の純平、ハンターハンターのゴンフリークスやブリーチの小島水色と同じ身長です。杉山京介、身長164センチ、体重55キロ。ドラゴンボールのベジータ、テニスの王子様の丸井文太と同じ身長です。キャメロン幸子、身長153センチ、体
重81キロ、同作の椿と同じ身長です。チャーリー玉城、身長165センチ、体重50キロ、テニスの王子様の神尾明やドラゴンボールの矢代兵衛と同じ身長です。トニー、身長182センチ、体重75キロ、上半身裸になるシーンでは鍛え上げられた肉体があらわになりました。バッキバキでかっこいいですよね。進撃の巨人のグリシャ・イエガーやダイヤのエースのマスコ・トールと同じ身長です。マミー、身長180センチ、体重70キロ、同作の園長と同じ身長です。カーボー、身長230センチ、体重140キロ、さすがにデカすぎますね。これで中学1年生です。魔人と言われるゆえんがわかりますね。ブリーチの闇リアル号、レイブのルチアングルと同じ身長です。ボタン、身長170センチ、体重68キロ、マミーファミリーは体格に恵まれたメンバーが多いですね。銀魂のカムイ、こち亀の白鳥レイジと同じ身長です。シシカバ、身長体重ともに不明。マリオ、身長体重ともに不明。ブロル、体長は15メートル、体重は30トンです。かなりでかいですね。彼岸島の太郎と同じ身長です。ペペ、身長体重ともに不明。ゲルババ、身長体重ともに不明。リキ、身長175センチ、体重70キロ、同作ユンケルと同じ身長です。ルルカ、身長体重ともに不明。モービー、身長体重ともに不明。タケシのばあちゃん、身長148センチ、体重40キロ、ナルトのタユヤ、実は私はの甲本アカネと同じ身長です。ハナモゲラ、体長50センチ、体重は8キロです。キテレツ大百科のコロスケと同じ身長です。2000年問題、体長55メートル、体重38トン、2000年になると同時に生まれた怪物です。ウルトラマンベリアル、ウルトラマンダイナ、ウルトラマンパワードが同じ身長です。ハナブー、体長35センチ、体重は5キロ、小次郎と同じ体長です。ブリーチのクッカプーロが34センチで近いですね。キャプテンジョリー、身長150センチ、体重45キロ、同作の校長と同じ身長です。カメ、身長168センチ、体重62キロ、アヒルの空の小池裕二やスラムダンクの宮城亮太と同じ身長です。竜王、身長140センチ、体重35キロ、ドラえもんののび太やキテレツ大百科のとんがりと同じ身長です。エロ・ジョフン、身長172センチ、体重65キロ、ダイヤのエースの轟雷一、ナルトのサイと同じ身長です。ガンゾー、身長168センチ、体重65キロ、同作のカメと同じ身長です。ユキオヤジ、身長152センチ、体重43キロ、放送委員長とほぼ同じ体格ですね。ブルー、身長190センチ、体重107キロ、同作のババと同じ身長です。オレンジ、身長188センチ、体重95キロ、魔国編はかなり大きな体のキャラが多いですね。ドラゴンボールのミスターサタン、北斗の拳の時と同じ身長です。レッド、身長250センチ、体重170キロ、この体格から繰り出す攻撃は凄まじいですね。筋肉マンのバッファローマンと同じ身長です。パレット、身長175センチ、体重68キロ、同作のユンケル、リキと同じ身長です。エリー、身長172センチ、体重65キロ、タケシたちの一つ上の年代でバッジを手にすると言われていたほどの実力者、同作のエロ・ジョフンと同じ身長です。シャコ、身長140センチ、体重45キロ、同作の竜王と同じ身長です。ガーちゃん、体長8メートル、体重2トン。パープル、身長173センチ、体重58キロ、ネギマの雪広彩香と同じ身長です。ブラック、身長2メートル、体重112キロ、アヒルの空の千葉真一、ブリーチのエドラドレオネスと同じ身長です。クリア、身長168センチ、体重53キロ、同作ガンゾーと同じ身長です。魔獣、体長16メートル、体重6トン。ユサ・ユラリ、身長165センチ、体重58キロ、ポッポ小学校の保健の先生、同作のチャーリー玉城と同じ身長。斉藤さなえ、身長162センチ、体重78キロ、ルーキーズの三越馬徹、ブリーチの石田総研と同じ身長です。中野昌司、身長165センチ、体重55キロ、ユサユラリと同じ身長です。アシマン、身長145センチ、体重28キロ、足と顔なので体重は軽めですね。約束のネバーランドのノーマン、地獄先生ヌーベイの立野博士と同じ身長です。ボブ石井、身長156センチ、体重52キロ、ナルトのドスキヌタ、デイズの塚本つくしと同じ身長です。安田雄一、身長160センチ、体重53キロ、シャーマンキングの朝倉陽、進撃の巨人のリヴァイと同じ身長です。アナルタケシ、身長125センチ、体重38キロ、タケシの肛門を管理する人物、タケシと身長は同じですね。体重が重いのはうんこのせい。タケシ血球、身長125センチ、体重は35キロ。佐野タケシ、身長
167センチ、体重59キロ。たけしの体内では唯一のイケメン部類ですね。同作のカンドレと同じ身長です。宇野たけし、身長7メートル、体重は900キロ。たけしが巨大化しているとはいえ、体内にこんな大きいキャラがいるのは怖いですね。たけしが宇野ばかり使うため巨大化したらしいです。野尾たけし、身長55センチ、体重2キロ。ケロロ軍曹のケロロと同じ身長です。脊髄たけし、身長112センチ、体重30キロ。同作の元気と同じ身長です。木村猛攻、身長129センチ、体重28キロ。あえいうえおあお、身長162センチ、体重55キロ。演劇共和国の大統領、同作斉藤早苗と同じ身長です。デブ、身長185センチ、体重520キロ。ジョジョのジョンガリ A、ルーキーズの新庄圭と同じ身長です。同じ体重のキャラも調べてみましたが、わかりませんでした。モンモン、身長167センチ、体重55キロ。乾燥村の女戦士、銀魂のカダ、ジョジョの山岸ゆか子と同じ身長です。ドドル、身長190センチ、体重110キロ。同作のババと同じ身長です。ネルネル、身長170センチ、体重59キロ。モンモンの姉、モンモンより身長体重ともに少しだけ上ですね。同作ボタンと同じ身長です。雷神、身長156センチ、体重65キロ。同作ボブ石井と同じ身長です。風神、身長184センチ、体重78キロ。銀魂の金丸やシュートの加納隆二と同じ身長です。水神、身長182センチ、体重75キロ。同作トニーと同じ身長です。パーフェクト山下、身長166センチ、体重58キロ。銀魂の志村新八、ナルトの君丸と同じ身長です。ボヘミアン、身長160センチ、体重65キロ。同作安田雄一と同じ身長です。鬼、身長7メートル、体重850キロ。ワンピースのハイキングベアと同じ身長です。ブルブル星人、体長52センチ、体重6キロ。冷たい場所を好むブルブル星人、かなり小柄ですね。安藤仁一、C3、身長193センチ、体重95キロ。ハンターハンターのレオリオや、筋肉マン2世のセイウチンと同じ身長です。バンチュー、身長195センチ、体重92キロ。ジョジョのジョナサン・ジョースター、アイシールドの栗田良寛と同じ身長です。オーコ、身長167センチ、体重59キロ。同作のモンモンと同じ身長です。ラーメン屋の親父、身長172センチ、体重77キロ。同作のエリーと同じ身長です。安藤仁一、身長185センチ、体重85キロ。同作のデブと同じ身長です。長老、身長152センチ、体重40キロ。原始時代に住む長老、同作の雪親父、放送委員長と同じ身長です。島ビューラモン、身長174センチ、体重68キロ。アイシールドの黒木浩二、黒子のバスケの伊月俊と同じ身長です。というわけで、たけしに登場するキャラの身長体重を紹介してきました。意外と身長の低いキャラが多かったですね。キャラの身長体重を考えながら読んでみると、より一層楽しいかもしれませんね。